こんにちは。今回も信長の野望申請、やっていきましょう。さて、江戸城攻略から約3ヶ月。武田の外交が普通になっていたので、進言送ってみます。実は古賀久保には進言送る余裕がなかったので、同盟は切れているのです。久保の扱いは迷っていたのですが、ここまで来たら利用価値も少ないでしょう。というわけで、散々世話になっておいてなんですが、大法上のため新たな同盟を優先します。後輩の安全が確保できれば、大法上は勝ち確なのです。さて、50年4月、長尾と同盟延長しまして、久保とは停戦切れですね。早速北条が久保に攻撃しかけてきましたね。久保を助ける気はありませんが、御所は取られたくないので兵を出すべきですかね。畑から要請。古賀久保の勇気城を攻めるというのか。承諾しておきましょう。今は信用失墜行為はできないのでね。古賀久保よ、騙して悪いがここで消えてもらう。さて、北条軍が迫ってますが、このまま御所を渡すつもりはありません。4000くらいしかいないので、近場の部隊でいいでしょう。武田を刺激しないよう、大軍は動かさないでおきます。御所は先に北条に取られましたが、このまま攻撃を続けて奪いましょう。北条軍の兵糧も切れてますし、いけるんじゃないですかね。と思ったのですが、北条軍が本気になってしまったようで大量動員してきました。逐次投入になってしまうのですが、こちらも動かせる兵を出していきます。よろしくない状況ですね。味方がどんどん撤退していきます。ちなみに勇気城は陥落して、古賀久保は滅んだのですが、そっちにも北条の兵が向かってるんですよね。増援を出しまくってなんとか御所に取り付きました。ゴリ押しですが、なんとか落とせそうです。ここは俺らがもらった。やっと落とせました。北条がこんなに兵を出してくるとは。無駄に消耗してしまいましたね。終わったかと思ったのですが、北条軍が止まりません。そんなに御所が欲しいのでしょうか。とりあえず従属させた佐野家に防衛を依頼します。なんとか古賀御所を守りきりましょう。話はついた。佐野家の援軍が御所に到着。兵26人の北条元安を撃破。北条軍が引いていきます。佐野さん、やりますね。さて、畠家の勇気城が危険な状況。折り合いがついた。畠家を北条に渡すわけにはいきません。援軍は送りましょう。寝返りは仕方なし。重税維持のコストが高すぎるんですよ。援軍第一陣は撤退。そして即座に援軍再要請。防衛要請スパムはやめてくれ。防衛要請連発できる仕様おかしくないですか。一度援軍出せば義理は果たしてると思うんですが、などと言っている間に勇気城は北条に落とされてしまいました。しかも織田城にも北条の攻撃戦、足投げも同時に攻めてきていますし、これはよろしくないです。こうなっては仕方ありません。武田が動かないことをお祈りしつつ、勇気城に向けて出陣します。明けて翌51年1月、勇気城攻略軍が攻城を開始。佐竹家を攻めていた北条軍は全て撤退しました。勇気城防衛のためこちらに転進しています。この城、もらい受けました。勇気城陥落。さすがに城兵の耐久も削れてますので、すぐに落ちます。これより集金に励みます。捕獲したためもとただ当然寝返らないので切ります。悔いはありません。北条の戦力は少しでも削いでおきましょう。勇気城は落としましたが、北条軍の後続が大量に向かってきています。この攻撃戦の数、北条もなかなかしつこいですね。乗政公の本体は出さずに戦っていたのですが、味方の兵糧が厳しそうです。兵力的にも怪しいですね。また逐次投入になってあれなのですが、ここは本体を出して合戦で打ち払いましょう。というわけで、味方もボロボロですが、なんとか本体が到着しました。さっき倒したはずの北条元安がまた湧いてきたので合戦で撃破します。はい、勝ちました。小規模な戦闘でしたが、4部隊いたので一応威風発動。取られていた軍も取り返しました。北条軍の増援はもう出ていませんね。やっと諦めたようです。無駄に消耗しましたが、旧古賀久保の所領と佐竹家の生存は確保できたのでよしとしましょう。無計画な戦闘で古賀御所周辺の攻防に1年くらい費やしてしまったのですが、ちょうど武田への進言が完了しそうな時期になっています。攻めてこなくてよかったですね。そして進言完了まで残り1ヶ月、
これはいけそうですね。影虎来訪は嫌な予感しかしませんが、武田攻めなど当然拒否、同盟国の外交を妨害するな。なんか狙ったように嫌なタイミングで援軍要請してくることが多いですよね。そういう仕様なんでしょうか。そして51年6月、ついに武田家と同盟が結べます。同盟を結ぶとしようぞ。やっと背後を襲われるストレスから解放されました。これで安心して北条を攻めることができます。北条討伐が完了するまでは武田、長尾との同盟は続けていきましょう。影虎が空気読まないせいで不審になってるのですが、威風とかでなんとかなりますかね。まあ、とりあえず同盟が完成しましたので今回はこの辺にしておきます。次回より北条との決戦、どうぞよろしくお願いします。